それ検証させてください。はい、この番組は視聴者の方から募集したさまざまな豆知識をできるかできないか、本当にそれが一番いい方法なのか、独自の方法で検証していく番組です。 MC を務めさせていただきます、柳原聡太です。よろしくお願いします。そして本日ゲストにはこちらの方々にお越しいただきました。はい、岩城武蔵です。お願いします。田崎奈緒です。よろしくお願いします。お二人は豆知識を何個か持ってたりしますか？そうですね、自分は切れなくなったハサミはアルミホイルを切ると切れ味が戻ったりっていうのと、あと排水管にアルミニウムの塊入れるとぬめりの防止になったりとか、はいはい、おばあちゃんの豆知識っぽいのは何個か知ってます。へえ、かなり知ってますね。はい、なるほど。田崎さんはどうですか？そうですね、私はあまり知らないので、はい、今回の検証でちょっと豆知識増やしたいなと思ってます。ぜひ増やしていってください。本日はぜひ楽しんでいってもらえたらなと思います。では皆さん、いきますよ、ご一緒に、せーの、それ検証させてください。本日の検証テーマはお家でできるライフハック。はい、ライフハックということで、日常生活で役立つようなちょっとしたアイデアを紹介していきたいと思います。検証内容はこちらです。服についた醤油は炭酸水で落ちるとなっています。この豆知識、お二方は知っていましたか？僕は聞いたことあるような気がします。田崎さんはどうですか？そうですね、私はこれ見てちょっと無理なんじゃないかなって思うぐらいには聞いたことないですね。そうですね、この文ではなかなかね、難しいと思いますけど、では早速検証の方に参りましょう。今回は炭酸水以外のものでも検証してみようと思います。まずは強炭酸、それから中性洗剤、乳液、この3つで検証していきます。こちらの白い布についた醤油を落としてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず水だけでどれだけ落ちるかをやってみましょう。では田崎さん、醤油の部分に水を垂らしてください。はい、はい、そうしましたらタオルで叩いてみてください。どうですかね。そんなに変わらないのって微妙な、ね、してはいるけどって思います。はい、水だとやはり落ちにくいですね。ではまずは一般的に言われている炭酸、今回は強炭酸を用意しましたので、そちらから試してみましょう。はい、水同様に炭酸を数滴垂らしてタオルで叩いてみてください。はい、いただきます。はい、どうでしょうか。ちょっと範囲狭くなっちゃったんですけど、叩いた部分は結構きれいに、そうですね、はい、結構きれいになりましたね。では次に中性洗剤でやってみましょう。はい、いきます。いただきます。どうでしょうか。あんまり綺麗になってない、なってないですね。なんか泡だったか、泡だっただけです。ですね、はい、最後にじゃあ乳液でやってみましょう。はい、お二人はどうなると思いますか。田崎さんどうですか、ね、顔に塗るものなのでちょっと落ちないんじゃないかなと思います。はい、ですよね。じゃあ岩木さんお願いします。普段乳液で物を洗ったりはしないので、僕も落ちないんじゃないかと思います。うんうん、二人とも落ちないということで、実際にやってもらいましょう。はい、お願いします。
ただきます。はい、どうでしょうか。あ、でも意外と全体的に薄くなってる気がします。これはそうですね、一番良さそうな感じはありますよね。ありがとうございます。以上で検証終了です。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。さあ結果はどのようになったのでしょうか。それ検証させてください。結果発表。はい、最後にどれが一番綺麗になったか岩木さん判定していただいてもよろしいですか。はい、選びます。4つ試してみて。はい、そうですね、はい、決まりました。はい、はい、僕が一番綺麗になったと思うのは乳液です。おお、乳液が意外な結果になりましたね、はい、うん、私乳液が一番ないと思ってたので、うん、なんで落ちたのかが気になります。ですよね。はい、ということで炭酸で醤油が落ちると言われている理由について、また乳液で落ちた理由について、こちらの2つをまとめた VTR があるのでご覧ください。どうぞ。どうぞ。なぜ服についた醤油は炭酸で取れると言われているのでしょうか。それは炭酸の正体である二酸化炭素にあります。この二酸化炭素によって発生する泡が繊維と汚れの間に入り込み、汚れを落とすことができます。この性質は肌の毛穴汚れを落とすのにも有効で、近年では炭酸洗顔が人気となっています。続いてはこちら。なぜ乳液できれいに落とすことができたのでしょうか。我々スタッフでいろいろ調べ、今回検証に使用したハトムギ乳液を製造している会社にも問い合わせてみたのですが、理由は分かりませんでした。しかしいただいた回答の中に一つ気になる言葉を見つけました。それは界面活性剤という言葉です。我々はこれについて調べてみることにしました。ハトムギ乳液の成分に含まれているステアリン酸スクロース、セスキオレイン酸ソルビタン、パーム脂肪酸グルタミン酸ナトリウム、この3つの成分は界面活性剤と言われるもので、洗濯用洗剤などにも含まれていて、汚れを落とすことができる成分です。実は今回あまりきれいに落とすことができなかった中性洗剤も界面活性剤の一つです。ではなぜ乳液の方がきれいになったのでしょうか。それは界面活性剤の種類にあると考えました。界面活性剤には大きく分けてイオン性界面活性剤と非イオン性界面活性剤の2種類があります。洗濯用洗剤と今回使用した乳液にはどちらにも非イオン性界面活性剤が含まれています。一方で中性洗剤にはイオン性界面活性剤が含まれています。イオン性か非イオン性かの違いによる結果だったのではないかと考えられます。というわけで、服についた醤油は炭酸水で落ちるはできるが、乳液の方が落ちるという結果になりました。ゲストのお二人はいかがでしたか。そうですね、乳液で落ちるっていうのは本当に初めて聞いたので、はい、今回とても身になりました。田崎さんはどうですか。そうですね、結構意外だったのと、私お洋服にお塩とか飛ばしがちなので家にある乳液で落とせるのはすごくいいなと思いました。ぜひやってみてください。本日の検証結果はこのようになりました。服についた醤油は乳液で落ちる。お二人とも本日はありがとうございました。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。